ラーメンの具として欠かせないメンマ。このメンマを地元の新しい特産品にと、洲本市ではある取り組みが始まっています。淡路島では放置された竹林の面積が1980年に544ヘクタールだったものが、その30年後の2010年には2660ヘクタールと5倍近くまで拡大していて、生態系や防災の面でも悪影響を及ぼすなど問題となっています。この放置竹林を有効活用するため、地元の有志が集まり結成したグループ、淡路里山プロジェクトが目をつけたのがメンマです。タケノコの収穫期を過ぎ、2メートルほどに成長した幼竹を収穫した後、加熱。一月ほど塩漬けして出来上がる淡路産のメンマは、薄味で歯ごたえも上々だということです。おいしいですよ。歯ごたえがもう全然違うしね。興味のある方にぜひ参加していただいてですね、みんなで活動していけたらいいなというふうに思います。完成したメンマは、淡路島地区と名付けられ、今月1日から淡路里山プロジェクトのホームページで販売が始まっています。